私自身今当選12回でありますけれども、2回無所属で戦いました。公認がないということがどんなに辛いことであるかということは百も万も承知をいたしております。透明性を大事にする、これはもうもちろん大事だと思います。で、私どもも企業団体献金は廃止するけど、逆に税制の優遇措置で個人献金は助長していこうという考え方で、献金全体を否定しているわけではありません。ただ先ほど申し上げたとおり、政治改革の原点は政党助成金、政党交付金を導入する代わり、企業団体献金は廃止の方向、この原点なんですね。で、今どうでしょうか。企業団体献金はもらいっぱなし、一方で政党交付金は、例えば自民党の場合は議員が多いから令和6年だけでも160億円じゃないですか。160億円のお金をもらいながら、一方で企業団体献金もらいっぱなし、二重取りっていうのは、私は国民の理解を得ることは私はできないというふうに思います。透明性はもちろんですけど、原点に立ち返った議論をしてほしいというふうに思うんですね。で、今日は今政治と金の問題からスタートしましたけれども、本当は党首討論っていうのは対処交渉から内外本当にさまざまな課題があります。外交経済大いに議論したいと思うんですけれども、我々が要求してきた予算委員会が残念ながら開かれないんです。どうしても私は裏金の問題は予算委員会的に討論しなければいけないというふうに思っております。そこはぜひご理解をいただきたいというふうに思います。で、今日も大きな動きがございました。裏金議員と言っていいんでしょうか、いわゆる裏金議員、政治資金規正法上の不記載の議員の皆さんの公認するかしないかの対応です。先日夜総理が表明をされた方針というのは、すでに重たい党の処罰を受けている人、あるいは政治倫理審査会で出てきていない人、説明していない人、地元の理解を得ていない人、このような3つの基準の中で公認するかしないかを判断をするということでございましたよね。で、すでに重たい処罰の人とかね、あるいは政倫審出てこないで役職停止のような人、該当する人は6人だったと思います。で、今日加えて地元での理解が進んでない等々で新たに6人加わって、結局12人が非公認ということになりました。で、相当程度非公認と総理はおっしゃってたと思います。これ相当程度非公認なんでしょうか。公認される人は30人超えるんじゃないですか。正確な日本語で言うと相当程度が公認じゃないですか。もっと正確に言うと大半が公認じゃないですか。私は言葉の使い方間違ってるというふうに思います。しかも公認するということは重複立候補を認めるか認めないかということは別としてね、公認するわけですよね。お墨付きを与えるわけですよね。公認料を払うわけですよね。公認料はだいたい自民党どれぐらいなんでしょうか。1500万ぐらいですか。あるいは支部への活動費が出ますよね。500万ぐらいなんですか。それはさっき言った160億円の税金も関わってくるんじゃないですか。政党交付金も脱税まがいのことをやった人たちに血税が支払えるかもしれない。私は国民感情から到底理解することはできないと思います。ご説明をいただきたいと思います。石破茂総理代表は本当に言葉を大切にされる方だということは長いお付き合いでよく存じております。裏金っていうのは私は決めつけだと思っております。それは不記載ということであって、つまり誰からいくらいただき、それをどのように使ったか、それの出入りがきちんと示されるということが重要なのであって、その記載をしなかったということであります。そのことは政治資金規正法が正しいという字を書くように、誰からどれだけいただいたかということをきちんと書くということは極めて重要なことなのであって、それを書かなかったということであります。不記載でございました。そのことは本当にお詫びをしていかなければなりません。でありますから、そこの当該議員はそれをきちんと正したということだというふうに承知をいたしております。そして、今、脱税というお話をなさいました。誰かがどんな脱税をしたかと
ということが立件をされているのでしょうか。議員がどれだけの脱税をしたということが実際に立件をされ、つまりそのお金を税金を払うことなく自分のものとして使ったというようなことが立件になったりは一件もございません。従いまして脱税ということは決めつけであって、私どもは政治資金規正法正しく記載しなかったということについては極めてよからぬことだと思っております。お詫びを申し上げます。そしてまた公認したではないかというお話でございます。それは最終的に主権者たる国民の皆様方がご判断になるということでございます。ですから私どもとして公認ということですから、代表のお言葉を使えばお墨付きということになるのかもしれません。そこにおいては本当に厳正な議論を経てまいりました。私も党をお預かりする者として長い間同志として活動してきた人たち、そういう人たちに対していろんな思いがございます。公認できないということがどれほど重いものであるかということはよく存じております。私自身今当選12回でありますけれども、2回無所属で戦いました。公認がないということがどんなにつらいことであるかということは百も万も承知をいたしております。そこにおいて公認しないという決断をいたしました。どれほど相当と判断をするかはそれは人によって違うのでしょう。ですけれども私はできればできれば同志の人たち国民の皆様方にお願いをしたい気持ちは山々でございました。しかしながら到底ご理解が得られない国民の皆様方のお怒りというものがそれほど強いものであるということを総理総裁に就任して以来本当に肌身に感じております。そういうことで大変つらい決断ではございましたが、公認しないという方を出しました。それが少ないとおっしゃいますけれども、それがどれほど厳しいものであるか、それぞれの人にとってどれほどつらいものであるかということはよくよく判断をした上のことでございます。最終的な判断は主権者たる国民の皆様方にお任せをいたします。しかし私はこれが甘いとかいい加減だとそのようなこと一切考えておりません。野田芳彦君。私は脱税と断定した言い方はしていません。脱税の疑いのあるという言い方をしました。疑いがあるというのはきちっと政治資金として使ったか全部説明しきれてない人が結構いますよね。じゃあ疑いがあるじゃないですか。ある方はね、2800万円近くを机の中に入れていたって言うんです。使ってないってことじゃないですか。雑所得として考えられないですか。それは疑いはあるんです。いっぱい正確に私は言葉を使っているつもりであることはまずご指摘をさせていただきたいというふうに思います。でその上でですね、ちょっとじゃあ端的に聞きますよ。非公認で立候補された場合当選しますよね。追加公認されるんですか。石破茂総理。それは仮定のお話でございますが、主権者たる国民の皆様方が、これは憲法によって、すべての国民の代表者としてふさわしいというふうに、主権者たる国民の皆様方がご判断をされた場合には、それは公認するということはございます。野田芳彦君。かなり本音のお話であって、早く総選挙やって、みそぎを終わらせて、早く要職につけようというお考えだと私は思いました。で、その上でね、よくよく考えてご判断をされたという今回のね、お話をさっきされましたけどね、果たしてそうなんですかね。私にとっては2点、3点、右往左往しながら決めてきたと見えました。で、そもそも解散ありきでしたね。ご祝儀相場があるうちに解散すれば勝てるだろうという思いから早期解散を決めた。で、その上でもともとの方針はすべてのいわゆる裏金に関わったね、引き裁ですか、未記載の人たちを要は全員公認する方針で、全員重複立候補させる、誓約書書かせる、それが最初の方針だったんじゃないですか、もともとは。ところが本音をおっしゃってるんですよ、全国幹事長会議で。総理はどうおっしゃってるかというと、どうすれば我が党が勝てるかを判断した。
政治資金問題に対する批判は私ども思っているよりはるかに強い。要は批判が強いから厳しいような対応に見せているということではありませんか。どうぞお答えいただきたいと思います。石破茂総理。お答えを申し上げます。全員を公認するとか、全員を重複で認めるとか、あるいは誓約書を取るとか、私はそのようなことを申し上げたことは一度もございません。そういう報道が一部にあることは承知をいたしております。そういう報道が私であり、あるいは幹事長であり、選対委員長であり、今回の決定に関わった者、誰かがそういう取材を受けたというような事実はございません。そしてまたその報道には、石破茂総理、括弧自民党総裁というふうに書いてございました。私はそのような取材を受けたこと、一度もございません。従いまして、そのような報道というのは、それはどういう根拠に基づいて書かれたものかは存じませんが、そういうことは一切ないということを申し上げておきます。その上で、今代表がご指摘のような、自民党が勝つためにはどうすればよいかということは、党利党略だというようなお話かと思います。私は、我が党が公明党と連立政権を組んで、このデフレを脱却するにはどうすればいいか、そしてまた、この激変する安全保障環境の中で、どうやって我が国の独立と平和を守り抜くか、さらには、今回代表も同じ日においでになりましたが、能登に行きました。あそこで被災者の話の方の話を聞いて、代表も多分涙されただろうと思っております。こういう方々のために何ができるかということを考えてまいりました。またこの後補正予算の議論があるんだろうと思いますが、私どもとして日本国を守り、国民を守り、そしてデフレを脱却し、言うためには、私どもが政権を引き続き担わせていただくということが最も肝要であるというふうに考えておる次第でございます。従いまして、今回国会を解散をし、正々堂々国民の皆様とご審判を仰う、これが我々の姿勢でございます。野田義行君。最初申し上げたね、全員購入するかどうかっていう報道が流れたことは、これはご自身の考えではなかったと。それはその通りとして、じゃあお認めいたしましょう。ただね、先ほど言った全国幹事長会議の発言は、これは間違いのおっしゃった言葉ですから、これは報道だけではなくてご自身がおっしゃった言葉ですね。選挙に勝たなければいけないという観点からやったとおっしゃった。でこれはね、いやこれ大事な話なんですよ。大事な話なのは、要はことのね、悪質度とかということを関係なく決めているように聞こえるんですよ、これは。で、これは誤解を呼びますよ、間違いなく。ということは指摘をしていきたいというふうに思います。で、その上でです、10月1日に総理就任の時の会見で、総理は裏金、いわゆる、また言っちゃいましたけどね、不記載の問題について、不記載、まあ、でも裏金って報道も見て書いてるからね、言いますよ、裏金問題でね、裏金問題を新しい事実が出てこない限りは再調査しないと、10月1日にも言ってるんです、ずっと言い続けてますよね。でも、新しい事実は次々出てきてるんです。北海道の堀井学さんは、まあ、前総理はね、いわゆる裏金を原資として違法なことは使ってないと言って、違法なことを使ってたじゃないですか、これ、新しい事実でしょ。で、今、麻生先生もいらっしゃいますけど、麻生グループだって2012年以前はキックバックあったということも出てきましたよね、これ、みんな新しい事実。で、しかも10月1日の会見の前の9月30日には、間違いなく新しい事実が出たんですよ。それはね、何かというと、安倍派の会計責任者に対する有罪判決が出ましたね、有罪判決。で、ここでね、どんなことが判決の根拠になっているかというとですと、ノルマ超過分の還付継続について、清和県、これ、まあ、安倍派です、安倍派の幹部らで話し合われたと、そして判決文に出てくるんですよ。被告人は収支報告書の虚偽記入の前提となるノルマ超過分については、
清和県会長や幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあったと書いてあるんです。これは6月に彼が法廷で証言をしたときにね、2022年の4月に安倍元総理はキックバックをやめるようにと指示を出したと。それを受けて中止になったけれども、安倍元総理が残念なお亡くなりになってなられて、その7月だったんですよね。7月の後半に幹部が協議をして再開をしたということを法廷で証言しました。法廷で証言したことが、これ、事実認定されたんです、裁判所で。新しいファクトじゃないですか。これ以上のファクトないじゃないですか。裁判所で事実認定したんですよ。新しい事実が出てきたならば、再調査すべきじゃないですか。石破茂総理。